インターネットテレビビル増刊号デスクの山根です。ケントさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマは、はい、今大統領選におけるメディアの役割、はいはい、を扱いたいと思います。で、まあ、第4の権力と呼ばれて久しいマスコミなんですけれども、はいはい、どういう報じ方をしているでしょうか。ですね、報じ方は非常に偏ってますね、うん、アメリカ の, あのマスコミを見てみますとですね、伝統的なマスコミ、これは三大ネットワークの ABC、CBS、NBC、はい、それからニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ロサンゼルスタイムズ、それにケーブルで CNBC、それからですね CNN、うん、僕コミュニストニュースネットワークと呼んでますけど、うん、これは全て反トランプです、うん、で反トランプであるというのは宣言してます、はい、したがって新トランプの記事は載せないんです、うん、記事も放送は載せないんですね、で、あの前回ですね、カマラ・ハリス、はい、副大統領 の候補に指名された彼女が極左だというふうに私はお伝えしましたけれども、はい、ニューヨークタイムズの見出しは何だったと思います、うん、それ、実務的な中道派が選ばれたと、うん、もうね、実務的でもない、ね、うん、もうとにかくね、もうあの協議の報道をいっぱいするんですよね、まあ、メディアも極左なんで、極左がまあ中道に見えるんでしょうね、まあねでしょうかね、まあ、とにかくトランプ卸しにもう堂々と乗り出してるわけですよね、ワシントンポストを持ってるジェフ・ベゾスという人なんですけども、彼はアマゾンも持ってるんですよね、で最近アマゾンプライムに、歌詞9119という映画が無料配信されてるのは知ってます？いや、あのマイケル・ムーア、マイケル・ムーアの、はい、あれはトランプ打倒トランプのトランプバッシングの映画なんですよ、で今無料配信してるんですよ。2018年の映画なんだけども、今選挙だからそれを無料で流してるとか、そういうこともやるわけだし、もう基本的に大変なんですよ。それであの実を言うとアメリカ の, あのマスコミで面白いものが起きてるのは FOX ニュースなんですよ、この FOX ニュースっていうのは今の6月7月の視聴率を見てると、ゴールデンタイムの8時から11時まで、午後8時から11時までの視聴率が一番高いネットワークはどこかというとFOX ニュースなんですよ。これはもともとの民放の ABC、NBC、CBS ですね、それに、まあ、CNN とあの MSNBC っていうのはあんまり良くないんだからね、あれも全部上回ってるんですよ、ケーブルなのに、でしかも有料でしょ、はい、有料ケーブルが民放を上回ってるんですよ、視聴率は、まあ、それだけ1位になってるんです。で、それだけですね、あの国民はあのもう一つの視点を聞きたいことになってるわけですよね、うん、あとはインターネットにの上では、うん、あのかなりあの保守派が頑張ってるんですけど、うん、保守系がね、ですけれどもね、これがあの、Facebook や Twitter や、はい、あのまあ、グーグルもそうですけども、これがですね検閲をやってるわけですよ。ですからね、あのファクトチェックだといってトランプ大統領自体のその、投稿があの止められるとか、でその代わりね、アンティファの、暴動への呼びかけっていうのはそれは止めてないのよ、それ止めてないんですけど、これめちゃくちゃですよ、もうあの完全検閲ですね、なのでそれと戦ってるんです今回は。じゃあもう日本でいうともう虎ノ門ニュースみたいなもんですね、FOX ニュース。そうですね、あのあればあの虎ノ門ニュースは朝ですけどね、夜の8時から11時までは FOX ニュースが一番ですね、これ不思議なもので、でしかも7時まで伸ばすと同じなんですけども、ただ CBS はね日曜日の夜、あの60 minutes っていうのはすごい人気番組があって、それで どうにかして、ね、7時台は撮ってるんですけどね、日曜日にはね。それはバラエティ番組ですか？全然違うね、報道番組です。報道番組で、あのもうすごい昔から視聴率第一位 あの報道番組なんですけど、非常にいい番組ですよ。僕も出たことありますけど。あ、そうなんですか。あ、そうですよ、日本に取材しに来た時に、私も取材を受けて出てますよ。ですからね、はい、あのこ の, あのトランプさんのメッセージを出す、ことがすごく難しいんですよ、で彼はあの毎日のように記者会見を行ってます。だから、はい、コロナブリーフィングっていうんで、コロナについての説明を毎朝やってます。で日本時間ですと
5時半ないし6時半に始まるんですね、ええ、で私はですから毎朝早く起きてそれ見てるんですけど、でその時に当然あの政治的な質問が出てきますけれども、その部分になると CNN のは切っちゃうんですよ、放送しないんですね、あるいはコロナに関していいニュースがある時でも切っちゃうんで、あのそれを放送しないんです、放送しない自由を行使してるわけですよね。やっぱり大変です、万国共通ですね。それでね、これが面白いことにね、トランプ陣営がものすごい組織的に優れてるんですよ、支持者の情報全部も持ってるわけですよ、もあの寄付とか、ラリーに来た人たちだとか、なんかあらゆる方法で、その支持者の情報を集めてるわけですよね、今は一件一件回ってそれ確認しちゃってる、確認してるわけですよね。ですからあのこういう1対1っていうコロナの中でやりにくいですけども、これはやってます。もう100先週だけで100万人ぐらい回ったそうですよ、もうこれぐらいのスタッフがいるわけですからね、でもコツコツとトランプ陣営はそうです、積み上げていると。そうです、で世論調査なんですけど、世論調査っていうのはね全く信用できないものであって、あのそれ中身を見てると民主党が多いんですよ、はい、答えた人は、でも民主党と共和党は同じぐらいの人数なんでね、なんで共和党が少ないということはひたすらあの共和党の支持率は下がるじゃないですか、なんで、これは全く信用できないものです、それとね、それよりも深刻な問題はですね、トランプ支持者はですね答えないんです、あの付き合わないんです、世論調査から電話があってもそれガチャンとやっちゃうんです、やらないんです。確かに僕も朝日新聞から世論調査の電話来たら、切るでしょ、切りますね、僕も切りますね、要はですね2016年の選挙の時にマガハット赤い帽子でメーカーメーカーグレーターギンとあったでしょ、これ今ねかぶれないんですよ、今それをかぶって街を歩き回ってれば射殺されます、アンティファに、だから怖くて怖くてそれできないんですよ、でしかもね、例えばグーグルとかに、あの勤めてる人であればトランプ支持者だと言うだけでですね、クビになります。そんななってるんです、もうそういうふうになってるんですよ、ツイッターのね、あのファクトチェッカーなんかもねほとんど、あの民主党で、ものすごい左翼なんですよね、ですからねトランプ支持者であるということはあんまり表明できない、あのねこの間先週だったかな、ありましたよね、結構年老いた女性が自分の家の前の、あの芝生のところに椅子に座ってトランプ支持という、あの看板を持ってましたけど、そのまま射殺されましたよ、こういう危険性があるわけだから言わないんです、言わないからわからない、それはもう言うだけもリスクですから、なので世論調査なんていうのはね成り立たないんですよ、これじゃね、で私が思うにはおそらくあのそういうだから隠れクリスチャンじゃなくて隠れトランプ支持者っていうものすごい潜在的にいらっしゃると思うんですよ、特に街中暴動になってるじゃないですか、でその、あのどこが暴動になってるかっていうと、極左民主党があのしあの支配してる街がそうなんですよ、もう例外なく、シアトル、ポートランド、でシカゴでしょ、ニューヨークでしょ、これ何年も前から民主党が、あの牛耳ってるわけですよ、それであの今はあのブラック・ライブズ・マーターとアンティファのプレッシャーで、リファンド・ザ・ポリースって言っての、あの警察の予算を極端に減らしてもう警察を廃止しようという、で先日あのシアトルではね、あの警察 を廃止するみたいな法案が、シアトル市議会で8対1で通ったんですよ、8対1でもね、その1の反対っていうのはもっと早い、もっと完全にっていういうことだったんで、おかげさまで署長が辞任しました、翌日辞任しました。それがね、警察をあのまあ、あの良くするために雇った黒人の女性なんですけども、これも、彼女を辞任してしまいました。だから警察は次々と、あの早期退職をしたりしているわけで、足りないんですね、まああのクビにしてるし、ニューヨーク市の
警察の予算を、1000億削ったんですよね、おかげさまで暴動が起きてて犯罪率は 200%、300% になってるんでね。でこれをトランプがコロナの、やり方が間違っていたんだみたいな、それが原因だという、あるいは、白人至上主義者のそういう人種差別によるものだとか、そういうことを言うわけ、罪をなすりつけたで、ね、でも国民がね、そんなにバカじゃないと思うのよ、でトランプはそういうこれアメリカ厄介でね、各そういう治安っていうのはね、各州の知事がやるわけですから、はい、大統領は来てくださいって言われない限り踊り出れないんですよ、ですからいつでも手伝いに行くよってトランプさんが呼びかけてるんだけども、はい、お呼びがないんですよね、なのでもうどん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 これが大変になって、でも民主党はそれでもね、トランプのせいにしようとする、だからこれがね、完全にもう日本のマスコミも変更してるんですけども、これほどではない、まあ、日本にはまあ一応、例えばテレビだったら放送法があるわけじゃないですか、まあ、それもギリギリ守ってるか守ってないか、同じようなものがアメリカにありました、昔は。ありますか、でもね、情報源がたくさんあるからといって、それもういらないんじゃないのって言ったんですよね、そうするとね、大マスコミがですね、大体少しずつ左に寄ってしまって、その中道の情報をどこで得られるかというと、これは一部の新聞、ウォール・ストリート・ジャーナルは割合普通ですよね、あとはね、インターネットですね、ところが保守系のインターネットのニュースサイトっていうのも検閲しちゃってるんですよ、し始めてるんですね、でそれがもう大変で、Google と Amazon と Facebook とどこだっけ、あ、ツイッターか、これの、CEO がアメリカの議会に呼び出されて、公聴会を開きましたよね、これがね、ですからね、解体されるんじゃないかなって気がしますね、このままいっちゃうと、情報源がね、あんまり偏ってしまうと本当にね、検閲が起きて本当のことを知れなくなってしまうんですよね、それこそ中国と同じじゃないですか、はい、中国と一緒ですよ、なのでせっかく自由な言論を求めてネットの世界に行ったので、そこも検閲されるってなったら、これはもう有識自体、もちろん保守系のスピーカーはほとんどの大学では講演会はできません、もう暴動が起きるわけだから、すごいお金がかかって、それは呼ばないんです、まあ、どうせ今はね、講演会やってないですからね、あれですけど、ですから教育機関もほとんど左に寄ってしまってます、ジェイソン・モーガンに聞いてくださいよ、どんなひどい状態か、彼は証言できますしね、もうひどいですよ、だから情報統制はマスコミと民主党と教育機関によって、それと一部の州はもうそのまま、いつまでも民主党政権だったということでね、で犠牲になってるのはやっぱりね、そういう少数民族の特に黒人がですね、犠牲になってるんですよ、いつまでもね、それに依存しなければいけないような体制を維持しようとするのは民主党なんですよ、自分たちの支持層としてですね、依存してくれないと支持してくれないというか、そう、その固めておくためにとね、ある程度ね、自立できれば民主党なんかいらないんですよ、いやこれ罪深いですね、これあえて、こう依存させることによってってことですよね、ですからね、まあマスコミは自由であることによって相当偏ってしまいましたね、最終的にはかといってじゃあ規制するかというわけにはいかないですから、でも皆さん頑張らないと、でまあそんな中で、まあ、FOX ニュースの調子がいいっていうとは、まあ、FOX ニュース調子はめちゃくちゃいいわけですよね、僕はでもね、唯一救いがインターネットだったのに、それが今ね、その4社によって牛耳られてるっていうことは大問題だと思うんで、これ解体されると思いますよ、もう中国状態になっちゃう、このままいきますとね、それを解体してしまうと
だから情報源が増えるわけですよ、うん、情報源がとにかく多くなければダメなんで、うん、まあ、彼らはしかし自分たちの考え方に都合が悪いような情報を遮断するわけ、うんうん、それではダメです。そのアンティファが決めてること、はい、あの議論はダメです、うん、議論をする意味がない、もう暴力しかない、暴力しかない、はい、だから議論すること自体を否定してるわけですから、民主主義の根底から、まあ、あの言論の自由なんかいらないんですよ、うん、あなたがね私と違う考え方を言うのはファシズムですから、クロスやるぞ、以上、うん、憲法修正第一条がないみたいなもんですね、うん、これが今ね はびこってるんですよ。いやで、それをなかなか批判しないのはアメリカの大マスコミです。いやあれはね平穏なデモ隊ですと、何言ってんだよって、それはそれもいるけど、そこに紛れ込んでるのがあのアンティファとかあの辺なんですよね。これを正しく報道しないんです。聞けば聞くほど嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃいますよ。いやだからね、僕どうしてもね現地で確認しに行きたいんですけどもね、行ったら帰ってこれないのが日本のコロナの規制なんですよ。そうです、ね、だから困っちゃって。もうちょっと落ち着いたら、落ち着いたら行きますけどね。この番組のロケで。そうですね。行きたいです。沖縄の反基地活動のところにも行って、はい、ちょっとアンティファにもちょっと、はい、取材しましょう。そうですね。沖縄はまあ沖縄は今すぐにでもできるんですけど、やっちゃいますよ今。ああ、じゃあもうでもどうなんですかね。そう、今基地反対派は活動してるんですかね今。どうなんでしょう。だからそれを確認したいんですよ。あ、そう。やってると、やってるかな。うん、やあ、まあ、ちょっと小規模ぐらいやってる。やってはいますよ、うん、あの米軍関係者からはね、かなり文句を聞いてますよ。あ、そうですか。じゃあ自分たちの活動が、あの邪魔されてるっていう、はいはい、見に行きましょう。じゃあちょっと今、うん、はい、暑いんでちょっと涼しくなったら。あ、そうだね、行きましょう。あと 1,2 ヶ月したら。そうですね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ長々と申し訳ないんですけどもじゃあ沖縄ロケ、はい、お楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。